ステイホーム週間、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私もお家で過ごしています。ぜひ皆さんにおうち時間を楽しんでもらいたいなと思って、こんなプレゼントをご用意しました。ステイホーム習慣にも大事なのは魔法のおまじないです。息をかけてみます。そうすると、はい、私の YouTube チャンネルでは工作マジックを随時アップしております。家にあるもので作って演じて楽しめる工作マジックです。お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に作って演じて楽しんでみてはいかがでしょうか。ユッキーチャンネルにもぜひお越しください。お待ちしてます。最近のビールマジックでございます。さあ、それでは今回ですね、4本のこのリングを使ってマジックを見ていきたいと思います。それではですね、こんな感じでなんかなるんですよ。もちろん金属なんでなると思うんですけども、ね、繋がるんですが、上から下に行くので、2本目もこれじゃん。最後です。これで全て4本のシングルマジックが以上でございました。ありがとうございます。こんにちは、マジシャンのよしきです。今日はこんなものを使ってマジックをしてみたいと思います。2枚のブラックボード、黒板ですね、合わせてあげてテーブルにこんな感じで置いてあげます。揃えて、じゃあずっと後で使いましょう。しばらくはこちらトランプを使います。こんな感じでバラバラなんですけど、パラパラ走っていきますので、好きな時にストップとおっしゃってください。行きましょう。せーの、ストップ。完璧です。このカードみんなで見ましょう。これはスペードの7ですね。スペードの7、今からこの黒板くんが今のスペードなら当てに行きます。今日粉でも持ってきました。チョークの粉が入った小瓶ですね。ここに向かっておまじないをかけてみたいと思います。いきます。3回です。せーの、2の3。ちょっと可愛い音が鳴ったんですけど、今ので完璧に魔法がかかったんです。ちょっと見てみましょう。押しします。選んでいただいたマークと、そして数字、見事当たってたら大きな拍手、ありがとうございます。